はい、皆さんこんにちは、ナポリンです。いや、なんかね、珍しく俺が挨拶から始めてるっていうことは、そうなんです、ドッキリなんです。今日やっていくのはね、うちのナポハンっていうメンバーにドルムズくんっていう子がいるんだけど、一番ね、ホラーを嫌うメンバーなんですよ。なんだかんだ結構出てんだけどね、うちのホラーマップ動画にも。けどなんだかんだいつも裏ではね、いやだ出たくない、ホラーはもう嫌だってずっとうるさいので、まあ今日はね、楽しいマップだよって言いながら、もうどちゃくそ怖いホラーマップに連れてってあげたいと思います。俺も行きたくないぐらいのホラーです、今回は。それではやっていきましょう。さあやっていきましょう。今日一緒にやるのはドルムズくん、よろしくね。なんだかんだ長くね、いつもやってるけど、二人っきりっていうのは初だね。まあドルムズはホラーマップ苦手なメンバーだから、今日は楽しめるマップを用意しました。なんかアドベンチャー系かな。まあとりあえずテレビあるから、プレイテレビ、あ、押してみよっか。お、ウェルカムパ、なんだ、サンキューフォーシギニングザ、読めない。 Today will be doing some experi、 なんだか To see if you can、 読めない。 Please headover to the、 読めない。 and good luck、 幸運を祈るだって。最後読めた。なんだろうね、すげえ、何それ。お、なんか今日は道が広いね。うん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 、行ける扉どこだろう。二人きりだからな。まあドルムズのために用意したマップやから、うん、ドルムズ先に行っていいよ。やっぱそういうね、妖精さんとかに出会えると思うから、やっぱそういう妖精さんにね、出会った時に一番最初に出会うのはドルムズがいいと思うんだ。じゃんけん、あ、いいよ、じゃんけんすか。待って、いくよ、せーので、はい、勝ったー。俺グーだったもん。いけよ、負けたんだからいけよ。いけよ。さあさあさあ、もう行くしかないんですよ、ドルムズくん。なんだろう、ガチな話言うと、なんかちょっと病院っぽい。何あれ、なんか文字出てるけど、俺英語はマジで読めないからね。なんだあれ、研究所、研究所っぽいな。あ、ここ押すんだ。なんだ、びっくりした。お、またなんか文字が出てる。日本語やったらいいのにな。俺純正の日本人やからさ、もう日本人のお父ちゃんと日本人の母ちゃんから生まれた日本人やから、日本語しか読めないよ。何これ。お、待って、やられた、やられた、急がないと、やばい、ドルムズがなんか実験、あ、なんだなんだなんだ。お前マップ壊れてるやないか。なんだここ。おお、何これ。ドルムズ、カイジっていう漫画を知ってるか。知らない。あ、じゃあ知らないなら先行った方がいいわ。お前カイジで見たことあるようなシーンだぞこれ。うわー、俺ダメ、待って、高所恐怖症なんだよ俺。お化けより怖いかもしれん、俺高所恐怖症なの、ほんまの、本物なの。やめ、お前ビビるって、お前やめろやめろお前。おわー、マジ下見た。めっちゃ落ちてってる。嘘じゃん、俺無理かも、そういうなんかシューッと落ちていく系無理なんだよ。あ、やばいやばい、うおー、高っ、え、高すぎん。お、いけてるいけてる。え、ちょっと俺これ落ちんの怖いな、マジで。いけ、いって、あ、うわぁ、ま、ま、で、二度も味わってんの俺これ。うわぁ、気持ち悪い。いつもマップを選ぶのは俺なんだけどさ、今日一番後悔してるよ。ミスったミスった。え、もう無理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 。いけ、よし、いったー。ハグしてくれよ。あ、次あそこね。ここならいけそう。よし、オッケー。あー、あっちに光があるね。どうやって行くんだ。なんか行けそうな場所ある。今回ダッシュもできないしね、登れそうにないんだよな。あ、待って、行けるじゃん、普通に行けたよ、ドルムズ。普通に行けんじゃん、ここ。なにこれ、飛ばなきゃいけないの。うわ、下、でももうちょっと慣れてきたけどさ、落ちすぎたから。おー、大丈夫なんかい。あ、乗れるのかい。よし、突然落ちないよな、大丈夫。あの光に向かって走ればいいんじゃない。これ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 、あ、大丈夫だ。うわ、何この蜘蛛の巣みたいなところ。
あ、壊していけと。いいね、勇敢だね、ドルムズ。なんか、音するよ、ドルムズ。音する、音する。ほら、よく聞いて、音がする。あ、いる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 。でっけえ雲がいるわ。雲の場所なんだ、ここは。あ、あっちにもいるかも。あ、あそこにもいる。それが聞くのは銀ちゃんだけ、あとは俺。あ、待って、あった。ドルムズこっち。ほい、しゃがまなきゃ入れなさそう。結構長いね。お、左？まっすぐも行けそうじゃない？まっすぐも行ける。あ、なんか声しない？なんかおじいちゃんが笑ってる声聞こえるんだけど。なんだ？エラーってなってる。エラー。エラー404。404ってエラー表記のあれだよな。お、待って、声に近くなってるかも。なんだ？なんだ？近づいてきてないか、なんか。大丈夫？これ交代ずつで行こうか。扉、一個ずつ。お！なんだ？あ、ゴールじゃない？もう。そんな早いゴールある？でも、ゴールっぽいけどな。眩しい！なんだ？めちゃめちゃ眩しい。え？後ろ見て、ドルムズ。何あの扉。こっち側だってもう真っ白だもん。眩しい！行ってみっか。うわ、びっくりした！なんだこれ？うわ。イット？なんか今、イットっぽかったね。懐かしくない？でけえイットに出会ったぞ。出口。129、128、ロックされてるね。お、全部ロックされてんじゃん。なんか今、キーって書いてたな。鍵がどっかにあんのかな。どうした？そこ？あ、なんかある？あ、開いた。この部屋？ここの住人が、いないぞ。どこだ？あ、待って、なんか、あされる。スリープだって、寝れるよ？寝た。いいな、こんな速攻に寝れんなら羨ましいな。起きた。で、一日寝たから、火事じゃない？ドルムズ、火事だよ！ドルムズ、火事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 、熱熱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 熱、やばい、もう煙が出てきてるよ。出口だ。待って、また鍵がないって言ってる。鍵を探すんだ。どこだ？あっちの部屋か？あ、開いた？あ、そっち行けるようになってんのね。2階もあるけど、そこはさ、まずそこはさってみるか。なんだこれ？なんだ？どうすれば行ってんだ？わからんぞ。上も行ってみよう。あ、2階ダメだ。もう土砂が崩れてる。3階。お！ 3 階は入れる部屋があるぞ。なんもない？ないか。急ぐんだ。火事の時は腰を低く。煙を吸わないように行くんだぞ。大事なことだからな。331号室は？誰かいるか？生存者はいないか？助けるんだ。生存者がいたら助けるぞ。いなさそうだな。みんなもう逃げてるのか？じゃあ次4階。お！ 4 階もダメだ。もう瓦礫が崩れてきてる。ほい！ 5 階は？開く部屋はないか？なんだこれ？怪しいな。お！入れた。なんだ？お！隠し部屋だ。鍵あるじゃん。よし、鍵ゲットした。急いで1階行って、あれだ、脱出するぞ。これ以上煙を吸ったらまずい。ただ、人間、上も行ってみたくなる。ダメだ。上は行きて、上行けなかったわ。急げ急げ。煙がどんどん広がってくる。このままだったら、焼け死ぬよりも先に煙を吸って死んでしまう。あの出口に行くぞ。ほい。よし、行けた。こっちだ。あー、びっくりした。もうびっくりした。落ちるのダメだって。あ、なんか、あれだ。マリオのドラム缶みたいなところに俺ら入ったんか。落ちれそうだよ。水？お、泳げる。はい。はい。泳げ、泳げ。ついていく、ドルムズに。すげえ。こんな感じで泳げるんだ。やばい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 。酸素が足りてない。痛い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 。オッケー。ちょっとダメージ食らっちゃったぜ。ラボ。なんか作ってるな。クリスタルみたいのがあるぞ。あれは誰が作ったんだ？ほわん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 ほわーん。白熊。白熊なの？これ作ったの？違う。もう一回考えて。ほわん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 ほわーん。大根。大根が作ったの？これ。あ、大根が作ったんだ。あいつ、マイクラでも変なもんばっかり作ってるもんな。そりゃしゃあねえか。じゃあ違う部屋行ってみよう。こっちは？お！
こっちは建築物。これは誰の作品？ホワン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 。シエスタ。あ、ナポリン。俺が作ったんだ、これ。確かに、マイクラでも豆腐ハウスだもんな、俺は。バカにしてんのか。次行くぞ。次はこっち行ってみっか。お、なんだこれは。これは誰の作品だ。フワン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 。銀ちゃん。あ、銀ちゃんね。ガラクタじゃん、作ってんのあいつ。じゃあ隣の部屋。お、これは、あ、白クマ。もう考えるより先に出たと。白クマなのだと。なるほどね。これはもう白クマのなんだ。あいつ白クマなのに雲なんだ。ややこしいやつだね。次行こう。え、結構部屋あるぞ。あ、エラー出てる。これはまさか残ったとしたらドルムズの作品。あ、そうなんだ。お前がああいう部屋を作ってたってことか。ということはこのホラーマップ、ナポハン全員の作品で出来上がってるってことか。あ、そういうこと。なるほど、今回深いね。じゃあこれはこれはこれ銀ちゃん。いや違う、白クマでもない。これは未来からやってきた7人目のナポハンメンバーだ。どう、面接だわ。この人合格。おお、まあね、先輩面まずはちょっと出してね。圧迫面接から始めよう。こんにちは、ナポハンに入れてください。あ、ではまず君の自己アピールからお願いしよう。ここで働かせてください。うるさいな。何何何何、それはダメ、著作権的にダメ。ごめんごめん。行こっか次。まだあんだけど。俺らのボキャブラリーがどんどんもうすり減っていくよ。ベッド、ベッドか。ベッドが一番似合うメンバー。あ、白クマだ。そうだ、あいつはすぐ寝る。撮影するよって言った10分後に寝る。あいつはそういうやつだ。お前過去一のうなずきじゃねえか。こっちはなんだこれ。あ、今んとこだ。水。これは大根じゃないか。あいつはマイクラで半魚人だ。あいつ下水道にいる魚だったんだな。さあ、じゃあ最後の扉行ってみようか。こっち。お、サンキューフォープレイング。マップ was made。 あー、なるほどね。いやー、よかったんじゃない今回。最後ね、いろんな作品もね見れたし、面白かったよ。まあ、ドルムズとね2人だったんだけど、ちょっとホラー要素足りなかったかな。ういー、クリアー。